レオン師匠の深釣り堀。レオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今日もまた視聴者の方からいただいたお題に答えていただきたいのですが、はい、よろしくお願いします。はい、本日のお題がですね、これまで餌でしか狙えなかった魚が新しいメソッドの発見や温暖化などの環境変化によってルアーなどでも釣れるようになるというケースを目にします。はいはいはい。今後ルアーで狙って釣れそうな魚種は何かありますか、です。なるほどね。いやー、今後って言うけどさ、どうしよう。これね、僕もこの手の問題は何度も何度も考えることあるんだけど、はい。そうだな。まずね、はい。魚のタイプで分けて考えたらいいと思うの。ほうほで、うほう。一つはね、魚食魚。はいはいはい、植生ですね。うん。そう、食性。まあ、ルアー用語で言うところのフィッシュイーターね。はい。これ魚食魚。それうん。と、非魚食魚。というよりは、人間的に言うとベジタリアンがいるよね。はい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 。草食性のやつ、例えばグレとか。メジだったら草食だからね。あと、草魚なんかも草食。で、その中間種がいるじゃん、雑食が。はい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 、どっちにもまあ、転ぶやつですね。そうそう、フィッシュイーターとは呼べないけど、目の前魚来たら食うぜみたいなやつが。こういう置き方でね、この質問者の方には今後考えていただきたいなと思うんですよ。なるほど。で、どう考えればいいか。まあ、ざっくり僕の今までの経験で言うと、本格、あ、もう一ついた種類が。プランクトンイーターが。で、そうね、代表的なので言えば、カタクチイワシとかさ、あの子たちは全部プランクトンイーターだよね。それから、サイズはでかくても、プランクトンばっか食べてるの、ボラとかね。なるほど。ボラってこう、潮が止まった時に、みんな水面に浮いてきて、みんなで口プカプカしながらずーっと群れで泳ぐじゃん。よく言います。そう、あれは潮止まりで水面に浮いて固まってるプランクトンのところへみんなで泳いできてバク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 って言ってなるほど、なるほど。るのよ。空気吸ってるわけじゃないからね。だからまあ、魚食魚と雑食と、ベジタリアンとプランクトンイーター。この4つぐらいで分けて考えたときに、ルアーで釣れる魚って日本においてはもうほとんどルアーで釣れますよってのがもう知られちゃってるよね。そうですね。だと思うよ。だから今後って言われると、ルアーで釣れないとされてた魚が今後釣れますよっていうのはね、ほぼ、ちょっと思いつかないくらい、もうほとんど釣られちゃってる。じゃあ歴史ちょっと簡単に振り返ってわかりやすく説明するとね、例えば、ネバリング、アジングっつって今、ルアーで釣れるのがごく当たり前になっちゃってるけど、僕が、まあ、広島県内で、ルアーでメバルを僕が釣ってて、同じようにルアーでメバル狙ってる人と一人も会ったことのない時代ね。なるほど、なるほど。いたとは思うんだよ。ルアーでメバル釣ってる人はいたと思うんだけど、まあ、広島の人ならわかると思うんですけど、広島市内の奥まったところから、島しょ部、ね、橋でつながってる島しょ部といえば有名なところでね、倉橋島とか江田島とかあるのね。でもう毎週のように通ってたけど、あの5年間10年間で会ったことないの、ね、で出会うのは餌釣りの人だけ。なるほど。で当時僕がルアー投げてたら、お兄ちゃん何釣るんやって言うから、いや、メバル釣ろうと思ってやってたら、あんたそれ、騙しだろうって。騙しって言うんだよ、当時の地元の人は。騙し。ルアーのことを疑似餌と言わずに、もう、まあ、漁師用語だよね、ある種ね。騙しだろうって言うから、まあ、ルアーですよ、お、騙しやなって。うわ、まあ、そうそう、騙し、騙し。騙してることには間違いない。それじゃあ、メバル釣れんじゃろうっていうのが常識だったのね。
メバルですらよ。うんうんうん。今や考え、今思えばね。うん。うん、いや、わかったわかった、メバル釣れるんだの、へーって目の前でやってみせると理解するよね。うんうんうん。ほとんどの人がそうだったと仮定して、まあ、実際ほとんどの人がそうだったはず、はい、だったの、うんうん、40年くらい前だから。うんうんうん。じゃあメバルが当たり前だっていうのに、アジはそんなルアーじゃ食わんじゃろとこうなるわけ。うん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 。でも全然当たり前じゃん今でも。そうですね。うん、一つね、そうだな、エポックというか、多分20代後半だったと記憶してるんだけど、うん、ボーマーのロングエー使って、はいはいはい、あとね、ラパラも持っていってたと思うんだよね、ラパラのね、なんだっけ、フローティングがあったのよ。うんうんうん、で、ジョイントのフロートかな。うん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 、忘れちゃったよ。もう長いこと使ってないから。で、シーバス釣ってたの。はい、シーバス釣り行ってたら、ある日チヌがね5匹連続も釣れたんだよね。おお、うん、でその段階では僕もチヌという、特に広島湾内で見るチヌって餌釣りでも難しいのよね。うんうんうん、もう擦り切ってる皆さんですね。カニ餌つけて前打ちして釣れるんだけどもなかなか腕が達者でないと釣れないし、あと以外とかつけて落とし込みね、堤防の際から。はい、で特にこの昼間に落とし込みで釣るチヌなんてもう途方もなくルアーで釣れないよね。うん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 、これ今でもそうだよね。そうですね、難易度が高いですね。それをの狙わないですね。うん、うんうん、で夜ならなんとかってあるよね、うんうん、感覚が、うん、で昼間に今チヌを釣るのは結構トップウォーターでプラグでトップウォーターで釣れるよね。うんうんうん、うん、まあ話戻すと、メバルアジと来てさすがにね、僕はあの段階でもねチヌは食わねえと思ってた。めちゃくちゃチヌがいるところでいつもルアーフィッシングしてたのに釣れたことなかったのが、なんかある日突然ドドーンと釣れたのよ。はいはいはい。45センチも50センチもあるチヌがね。うん、で大喜びで、これはもう その段階で釣りやめてさ、写真撮って一匹、姿のいいのだけを一匹締めて、うん、その釣り場から自宅へ戻る間に師匠の家が、はい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 。で、まだ時間早かったし、師匠に見せたらと思って、ピンポーンってやって、師匠、ここで釣れたんですよって言ったら、うわ、それすごいな、ちょっとすげえな、とか言って、加古君、それちょっとじゃあ写真撮って、あれしよう、中国新聞に報告するわ、つって。おぉ。うん。当時、うちの師匠がその中国新聞の金曜日のレジャー欄にコーナー持ってたのね。うん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 。で、そこで扱おうとしたらね、その文化部の記者さんが、はい、そこのコーナーで扱うネタじゃないと。これすごいことですってなって。ああ、もっと大々的にということですね。そう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 。なるほど。まあ文化部なので、一面二面とかあんなとこじゃなくて、中の方のローカルのニュースがバーッと載ってある一面があるよね。はいはいはい、その中に、クロダイがチヌがルアーで釣れた、釣ったのは角田君さんとかで、ね、大々的に扱われるぐらいちょっと世間的にもびっくりされたし、僕もびっくりした事件がある。うんうんうん。まあこんな話してるとこの1個長くなったんだけど、いやいやびっくりしたよ。でも今となれば当たり前じゃない。そうですね。うん、なのでね、新しく、ルアーでは釣れないとされてた魚種が釣れるっていうのはなかなかもうほぼ残ってないなと、先ほどの質問に対してまず思ったのが一つね。はい。で次はね、一昨年くらいからさ、はい、俺たちやってるじゃん、仲間内で。あれですね、ハゼですね。ハゼゲーム。いやいや、レオンさん、ハゼはもうハゼくらってやってるじゃないですか。そうそうそう、うんうん、分かってる分かってる。だって20年くらい前からね、M リグ使ってって言ってたから。うん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 。 M リグっていうのはもうラパラのカウントダウンをね CD5 とか使ってやってた。それを CD3 に落としてやったらハゼ釣れたっていうのは20年前の僕らの仲間うちの、うんうんうん、分かってんだけど、そうじゃなくて特に今年すごかったよね。
ナッジョジグで、はいはいはい、ハゼクラで釣果が打ち出したこの10月、ね、うん、そう、うん、でジグでも釣れるんだけど、やっぱりまあプラグの方が楽しいよねってのもあるよね。うんうんうん、でもそのプラグで釣果がググッと落ちてきた段階で、あの江戸川でよく釣ってらっしゃる昇竜拳さんがジグで、はい、まあ嬉しいことにうちのナッジョジグを使ってくださって4時間で100匹達成とかね。すごいですよね。それはすごいよね、4時間で100匹って、うんうん、青い染めでも大変ですよ。なかなか大変、よっぽどその達成の手返しのいい人でないとね、100ってなかなか大変な数字だからね、うんうん、まあこれ一つ捉えても、うん、ハゼはハゼクラでしか釣れないんじゃないって、ワームもあんまり釣れないよね、ハゼクラ効率いいよねっていうのがあったよね、うんうんうん、でハゼクラだけじゃなくて、例えばあのアミコンのようなものもかなり好成績だよって、うんうんうん、ハゼクラでやれない場所でも釣れるよっていうのが、あのシンキングペンシルなアミコンの姿だったし、うん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 、でジグでも釣れるけどっていうのは、でも釣れるけどだったんだよね、つい1年前まで、うん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 、でも今年になってでも釣れるじゃなくて、めっちゃ釣れるじゃんってなってるわけね。うんうんうん。うん。それから、まあ、これ前後してというか、まあ、僕の知り合いお友達で、今、宮崎在住の、野良猫、ハンドルネーム、野良猫アニーさんという名前で、ツイッター、X でもね、ちょいちょい、X で発信されてますけど、はい、メタルキスゲームって、うん、書いてあってね。あれもさ、ナッツジグの、ライトゾーンのプロとの時に地球さんと大人の夏休み的な、遠征に行って11匹12匹連続で釣ってびっくりしたわけ、うん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 、でそれを野良猫兄さんに伝えたら、こっちはキスシーズン長いんでやってみますっつって、今やもうメタルキス界の、先頭トップを走ってる野良猫兄さん、うんうんうん、ボコボコ釣ってるよね、キスをね、メタルジグで。すごいですよね、うん、いつも動画上げられててよく見ちゃいます。そうそう、まあこういうことだと思うのよ、質問者さんに答えるとしたら、うんうんうん、あとねこれをちょっと広げていくと、あのこの番組見てくださる皆さんにもいろんな想像が、皆さんの地域でこれあれ釣れるんじゃないか、ああ釣れるんだろう、やってみようという人も出てくると思うので、ちょっと広げて話したいんだけど、はい、かつてな、かつてというか何年前かな、10年くらい前だと思うんだけど、メタル丸が、長崎のあるお店でめちゃくちゃ売れた時期があるんですよ。はい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 。でなんでだろうと思って、その地元行ってそのお店の担当者さんに聞いてみたら、イサキが爆笑するんだって。おほほほ、なるほど。これ、キューベも、ね、うん、いいね、昨シーズン、今シーズンとイサキちょっと追っかけたんですよ、ジグで。釣れましたね。ナッツを投げたり、いろいろ投げたりして。釣れるよね。釣れますね。うん。だから、漁営の濃い場所、濃い地域、イサキが磯から釣れる地域で、なおかつ、あれ、ほら、磯が変わったら全然イサキって違うじゃない、その、つく規模が。違いますね。神出鬼没なとこもちょっとあります。ね、あ、それもね、タイミングもあるけどね。その長崎のね、磯はね、なんか毎年いいらしくって。サイズもいいですよね。うん。で、メタル丸がすごく効くっていうのをある人が発見して、こう投げてみた人が偉いよね。うん。メタル丸は、まあ、魚種限定解除だから、なんか釣れるんじゃないかと思って、その磯に行って投げたんだと思うの、多分最初は。うん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 、そしたら、イサキがボコったと。で、そのお友達が、まあ、もうメタル丸買い込んで、みんなで磯に上がるようになって、うんうんうん、なんと、その鶴久伝さんの話では、ご本人の話は僕聞いたことないのよ。はい。鶴久伝の担当者さんの話では、餌釣りの人にね、毎回釣り勝ってるらしいですよ。なったら夏塾でも釣れるでしょっつってね、我々やってみるんだけど、ちゃんと釣れますよね。釣れますね。うん、ちゃんと釣れる。まあ、ただその、ある方が餌釣り師さんに釣り勝った磯にはまだ上がってないので、来年はなんとか
ちょっとみんなで行ってみようかなとは思ってるんですけど。いいですね。うん。一昨期のジギングも、昭和ジギングも、ご存知ない方はね、やってみてください。かなり流行ってますよ。うんうんうん、この4、5年で相当増えた気がするな、僕は。イサキジグで狙う方。うんうんうん。美味しいですしね。イサキ。あれはね、僕もね、食べるためだけで釣り行ってたからね。うんうん、うん。通ってた頃は。うん、イサキでもう一つ情報を差し上げると、新ペンキク。おお、ペンシルですか。なるほど。そう、ジグよりも圧倒的に釣れるパターンがあるからね。それは夜が明けてすぐで、うん、イサキが水面にこうかなり水面直下まで浮くとくパターンがあるよね。うん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 。あの時はね、プラグ早いですよ。ああ、なるほど。うん、なんかそういうのも頭で言っていただくといいね。でね、こういうことを考えるときに一番大事なことはね、はい、もう固定観念をもう本当に捨て去ること。うんうんうん。まあ、僕は釣り人さんからね、出させていただいてる書籍が、まあ、5冊ほどあるんですけど、どの本にも停留に流し込んでるのが、固定観念から脱出というキーワード。うんうんうん、これをね、本当強く持っていただきたいね。うんうんうん。うん、アジだからジグヘッドにワームで釣るだけで釣るじゃなくて、タイミングによっては小型のメタルバイブが圧倒する場面絶対あるの。うん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 。うん、全体で言うと1割ぐらいしかないよ、タイミングは。うん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 。1割、2割しかそのタイミングが訪れないけども、ハマった時の強さと楽しさだよね、何よりも。そうですね。うん。何今日、メタルバイブのがめっちゃ釣れるじゃないって。で、やっぱりジグヘッドにワームのこう、神妙に、沈めていって軽いものをね、ちょっとかける楽しさは分かるよ。うんうんうん。分かるの決まってるじゃない。アジングホールが俺たちが開いたんだから。知ってるよ。全然もうそうじゃなくて、たまには硬いものを入れてさ、硬いものをペッペッペッって止めたら、ジグヘッドにワームを加えるときと違うんだよ。ガーッとくるんだよ。うん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 。カカカカカカとかドソーンとか。こういう気持ちよさも、ルアーフィッシングの楽しみさだからね。うん、そうですね。一回そういう経験すると、なんか、道が開けますよね。一回経験するとしょっちゅう投げたくなる。そう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 。俺なんかがそうなんだけど、ジュゲートワームでパーッとアジが 5匹ぐらい釣れたら、もうすぐメタルバイブとかメタルジュゲ入れてみるんだよね。あ、やっぱ釣れねえか。でもこれを10回やると、そのうち1回は、ほら、今日はこれ当たりやってなる。うん。引き出しってこうやって広げていくの。で、これが、うん、アジでこれを味わえたら、他の魚でもこれをやるようになるのよ、村って。うん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 。そうするとね、もうどんどん引き出しって増えていくのよね。うんうんうん。うん、だから、まあ、いろんな釣りがあるよ。アジング、メバリング、ナニニングってあるけども、まずは、一つのパターンで、王道のスタイルでやり込むのは、これはまず必須ね。うんうん。まず基礎。そう、まず基礎はしっかりやりましょう。それで、ラインのことを、フックのことを、魚の着き場所を、潮とかタイミングとか、そういうものが大体分かってきたら、こっから、ルアーフィッシングってとてつもなく奥深いので、ここに一歩踏み出す勇気を持ってもらいたいね。うんうんうん。で、この一魚種、さっきから言ってるように、アジに対して、勇気を持ってこう踏み込んだ時に水面を走ってるアジ見つけてプラグ投げたらジグヘッドより早かったよ。で、うんうん、ボトムでワームで調子よく釣れてたのになんかパタッと当たりが途切れたからこれレオンのおっさんが言ってたようにメタルバイブ入れてみようか。うわ、ほんまだっていうのをアジでも味わえるからこれも一魚種で味わうと横に広がっていくんだよ、引き出しが自動的に。うん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 、ということにつながるので、まあ、フィッシュイーターだから、非フィッシュイーターだからってこともあるんだけど、それ以上にね、釣り方の幅を、広げると、今までになかった楽しみ方が得られるのと、じゃあこの話題に関して最後ね、はい、王道のルアーじゃないルアーを使ったやり方、はいはい、それからメソッド、うん、も含めて引き出しを広げていくとね、
ポイントが変わるんです。おお、なるほど。フィールドも変わるんです。これをね、本気で知りたい人はね、インクステレビの中にね、僕と地球さんの休みで、潮が引き切った、比較的市内のね、小さい、港の一番奥まったところを潮が引き切ったら岩がゴロゴロ出るところがあって、そこに地球さんを連れて行って、俺はもう分かってるからそこ釣れるの、でエビコン結んでもらって、水深どれ30センチからあれ50センチ高かったからな、めちゃくちゃ浅いかって、あのパッと映った時見ると普通釣りしないだろうなって見えちゃうような感じですよね。だよね、投げたエビコンをカメラが追っかけてたら、はっきり映ってるもんね、そっけたと沈む、人は思ってるね、水深のあるとこに行きたくなっちゃうような。さすがにね、ああいう動画を見てもまだね、やる勇気がないのよ、ほとんどの方が。見てるとき、おお、そうか、あんな浅いところにもいるんだ、水深30センチだって、へーへーって言いながら見てるのに、自分が現場行ったら、さすがにね、水深30センチのところには投げないんだよ、人間。そうですね。これをね、本気でやってほしい。どんどんほら、釣り物って減ってるじゃない、正直な話。ね。場所も含めてそうですよね。そう、まず釣り禁止の港がものすごく増えてるし、禁止になってなくても、以前はね、尺アジボンボン食ってたのに、今じゃもう豆アジしか釣れないよなんてとこもあるし、もうメバルなんかその最たるもんだし、そんな環境の中でね、その遠征しなくても釣りを楽しもうとするならば、目の付けどころを変えなきゃならないですよ。その一例が今言ったようなもの。これ概要欄にね、貼っときますから、そこに、はい、今話してることに関わるような釣れ方の。で、前半でお話ししたキスゲームなんかでも、河口で釣ってんだよね、僕。キス域なんだよ、もう。そうですよね。ほぼほぼちょっと川みたいなとこですよね。そう。で、これを東京湾でやったら、マハゼがいっぱい釣れるわけじゃん。で、例えば南九州とか四国とかで、あの辺でやるとキスが食ってきたり、うちのモッキーがね、なんだかお仕事で沖縄に行ったのね。はいはいはい。で、格好で投げたら茶色丸旗つってたもんね、1センチくらい。いいですね。で、河口のさ、キス域の河口の潮が引き切って、潮が引いても水がこうまんまんとしてるところはよりも、潮が引いたらこう川底が出るところがいいね。ああ、きっちり引くところですね、潮が。僕の経験じゃ。で、身筋が残るじゃん。はいはいはい。返しの潮が入ってくるタイミングで、ずっといろんなものでね、釣ってみるの。そうすると、地域によって釣り物は変わってくるんだけど、いろんなものが釣れるし、何より人が来ない。そうですね。何を言いたいかっつったら、令和の近未来の釣り場は、今僕が説明したような、ね、竿抜けを探すってことなのよ。この竿抜けの場所で、この魚種にはこのルアーっていうのは決めつけをまずしないことが大事だよね。ルアーはね、魚種で決めるんじゃなくて、ロケーションで決めた方がいい。おお、なるほど。だってそうでしょ、1グラムにワームつけて何メーター飛ぶんだよって話だよね。確かに。1グラムにワームつけたってさ、1インチとか 1.5 インチ、2インチくらいあるわけじゃん。じゃあ細いメタルジグの 1.5 インチって何グラムよって話だよね。ああ、全然違いますね。例えばうちのコッツンバイブ。はいはいはい。1インチしかないよね、長さ。そうですね。でも 4.5 グラムあるわけじゃん。そしたらぶっ飛ぶじゃん。ぶっ飛んだ先に魚集まってる場所なんでゴロゴロあるのよ。そういう潮が引いたところなんか遠くに。で、潮が引いた汽水域の身を筋、一番深いところでも50とか70しかないわけ。そこで、ペンシルプラグ引いたら何が起きますか？水深50、70だからペンシル投げる気にならないのよ。ならない人が多いのよと言い換えます。
ルアーフィッシングを何十年もやり込んで、ルアーの特性とか魚の特性をよく知ってる人たちは浅いからこそペンシル投げることが多い。だってそこにいる魚でも1メーター2メーターぐらいだったら上がってきて食うからね。そうですよね、魚に見つけてもらいやすいっていうことも、ね、そうです、そうです、そうです、うん、でもガバーッと深くなるとそこ魚はさすがに5メーターも浮上してきて食うっていうのは青物なら平気だけど、カサゴが5メーターも浮上してきて、うん、ペンシル食わない。そうですね、彼らの体の作り的にちょっと厳しいです、なかなか。でも水深50センチのところをトップウォータープラグでカサゴを削いって僕は何回も釣ってるから。で、さっき言ったように普通の釣り人が入らないようなそういうロケーションを身近なエリアで探して釣ればね、なんだろうな、今までに経験したことのない釣果と経験したことのない楽しさがね待ってますから、ぜひ近未来の自分の釣りだと思ってね、こういったことにねチャレンジしてみてください。ありがとうございます。今日も非常にエキサイティングなお話を聞けて大変良かったです。視聴者の皆様、はい、ぜひこの動画の感想とかレオン師匠に聞いてみたいことなどありましたら、ぜひぜひコメント欄までお寄せいただければと思います。じゃあレオン師匠、今日はありがとうございました。はい、最後にちょっと今回一言だけ添えさせてください。はい、この番組を始めて、実は今日で4回目の撮影になるんですけどね、はっきり言って視聴回数が伸びてない、全然。はいはいはい、はい、めっちゃ少ないです。で、僕が今までやってたその釣りは楽しんで南部塾とか一朝一夕寺子屋一朝一夕とかの方がね数字がガバッと伸びるのに、なぜかこの番組なくてね、例えば第3回なんかねまだ900回行ってないんですよ、850とか。はいはいはい、なので見てくださる皆様ぜひいいねボタンよろしくお願いします。やっぱりねいいね、登録人数に対していいねがたくさんつかないと おすすめにも出てこないので、いいねボタンをぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆様よろしくお願いします。はい、ではまたね。ありがとうございました。